にちは。今回は法政大学の専用寮に住んでいる3人のレジデントアシスタントで寮の紹介をしていきます。法政大学には4棟の専用寮と16棟の優先寮、推薦寮があります。法政大学専用寮には法政大学の学生のみが住んでおります。市ヶ谷キャンパス向けの駒込寮と船堀寮、多摩キャンパス向けの西八王子寮、小金井キャンパス向けの東小金井寮があります。推薦寮、優先寮は他大学の学生とも交流ができる寮です。大学推薦の寮なので大学からとても通学しやすい立地にあります。こちらが専用寮の居室です。このように家具付きのお部屋なのでテレビと布団を用意するだけですぐ生活することができます。Wi-Fi も完備されているので、オンライン授業や趣味も楽しむことができます。続いて、寮の共用スペースを紹介していきます。寮生が自由に使える共用スペースは、業者さんが毎日掃除してくれます。こちらがランドリールームです。無料で洗濯機を使用できるので、買い揃える必要もありません。寮内の厨房で手作りをしてくれているので毎日出来たてのご飯です。最後に寮といえば安心安全です。24時間寮長寮母さんが寮にいてくれるので地震や病気になった時も対応してくれるんです。荷物の受け取りもしてくれます。また学生寮では新入生歓迎会をはじめとしさまざまなイベントを開催しています。東京での友人をたくさん作って楽しい大学生活を送りましょう。最後に私たち RA が運用している専用寮公式インスタグラムのご案内です。動画では伝えきれない寮の生活の様子をアップしています。ぜひフォローしてください。地方から上京を検討中の皆さん、私たちと楽しい法政ライフを送りましょう。